Ai. それでは岩戸開きの舞を、ご覧いただきたいと思います。日本の神話にあります火の神であります天照大神が弟の神様のスサノオノミコトのあまりの乱用に悲しみ、天の岩戸に身を隠されたのでございます。火の神が隠れてしまった天地は真っ暗闇となり、妖怪が出没し、国が乱れましたので、それを憂いた高間ヶ原の八百万の神々が天の安の川の河原に集まって相談をしました。最初に出てくる二人の神様は春日様と八幡様です。祝詞をあげるのが八幡様です。天の岩戸の前で、祭りを行い、雨の渦目の御事が面白くおかしく舞い踊り、大力無双の梶川の御事が岩戸を開き、天照大神をお迎えしたので、再び天地に明かりが戻ったと言われております。この岩戸の神話でありまして、うちは代々神楽の源流となっておりますので、どうぞ、ご覧いただきたいと思います。はい、お願いします。Thank you.
ちょっと綺麗に決めてたんだけど、こっちはまだ。
出てきた。
力持ちですよ、どうぞ拾ってください。 一番高いよ。
사귀어
あの今のうち何のやってるか持ってるんですか。ああ、そういうことだ。岩戸の開き、どうでしたか。素晴らしい、私なり東さんじゃないですけど素晴らしかったなと思っております。最後になりました。本当の最後です。カンマネギに始まって最後この清原の前で終わるんですが、岡倉の前、これからご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。最後だと嬉しいな。皆さん、朝11時からね、午前11時から
本当は2時まで予定だったんですが、ちょっと伸びましたけども、本当に最後までご熱心にご感謝をいただきまして、本当に我々各人児童、本当にこのような喜びとするところでございます。これからも保存会とともに各自一生懸命頑張ってまいりますので、皆さんのご声援を今後ともよろしくお願いしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。これで一応開催歓迎の方のを終わらさせていただきます。本当にありがとうございました。ご苦労様でございました。いやー、よかった。よかったね。素晴らしい。